北海道では激しい雨や落雷に警戒が必要です。いただいておりますウェザーリポートがこちらです。北海道伊達市からいただきました。一度止んだ雨がまた降り出しました。雷雨です。この後稲光がすごいですといただいておりました。黒い雲のもと大きな雨粒が地面を打ち付けていますね。今日の北海道は上空強い寒気を伴った低気圧前線の影響で日本海側ほど荒れた現象に警戒が必要です。現在の雨雲を見ていきますと活発な雨雲が流れ込みやすい状況になっています。この後夜まで強い雨雲による雨、落雷、突風、ひょうなどに十分にご注意ください。落雷マップで見ていきますと北海道の日本海側から東北の北部にかけて落雷が多発している状況です。今日の夜にかけて不安定度が増していく恐れがあります。十分に注意してください。ウェザーニュースのアプリケーションでは詳しく雨雲の状況そして落雷の情報を見ることができます。ぜひこちらもご活用ください。